今日の題目このような99つのテーマから始めていきたいと思いますまずじめにということではんだ付けの今日的意義と IPC 企画ということでお話ししたいと思いますすで、まあ、にもう皆さんはんだ付けをやってらっしゃるということでそういう点では非常に安心してるんですがはんだ付けがこの世の中にどのぐらい深く食い込んでるかと いかに重要かということをお話ししたいなというふうに思います特に最近は電子機器が非常に小型になって高性能なんていうことですね単に接合するという方法から重要部品が多くなり高信頼性のある接合法ということで定着しております航空機人工衛星などはその最先端ですね今週初めに野口さんが宇宙に行きましたが まさにその人工衛星とかロケットとか一歩間違うと大事故につながるということで修理ができない世界なんですねはいまさにまさにそのハンダ付けの品質という点では一番重要かなというふうに思います特に自動車この電気化というのは脅威のスピードです、えー、皆さんご存じのようにハイブリッドそれから電気自動車ですね最近ではヨーロッパ系の車載メーカーか車関係の メー,カーからどん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 、えー、自動車、電気自動車が出てきているということです。まあ、いずれは、えー、ガソリン、ディーゼルはなくなるという国まであるということですね。えー、以前は、えー、機械、で今は、まあ、電子制御ですね。えー、私が、えー、若い頃、まあ、今でも若いつもりなんですが、車の中の電気装置というのは、えー、スターターモーター。 ダイナモ発電機ですね、それからワイパー、それからエアコンでなくて送風機ですね、その程度なんですね、3つか4つということですね。今は普通の大衆車、あるいは軽自動車クラスでもモーターが20個以上あると、高級車に至っては70個、80個あると、椅子の、ね、開閉前後とか、全部まあモーターでやってますから。 そうしますと、その端末には必ず基板があるということですね。で、それはハンダ付けで成り立っているということになります。まさに自動車というのは電気自動車といっても過言、えー、ではないかなというふうに思います。ハンダ付けなしにはコンピューター、航空機、自動車、そういう製品は100%存在しないということですね。まさにハンダ付けというのは最先端の総合接合総合技術と言えるというふうに思います。 またこのような製品というのは一国だけでは収束できません。いろんな部品、あるいはアッセンブリーをいろんな国で行っています。現場はますますグローバル化しております。ここに統一化した、しかも高品質な標準が望まれていると。まあ、このコロナ禍の中で最近海外から部品が入んなくて大詐欺になったということもあります。それなどその一例ですね、ますますそのグローバル、世界中で統一した企画と。 ととといいいううのが望ままこだ思す今日はその IPC の標準の中心的存在の組み立て要件 IPCSTD001 そしてそれで出来上がった製品を外観検査で判定する A-610 の概要解説を行いたいと思いますまずちょっとお気に留めていただきたいのがまだ日本ではピンとこない かもしれませんが、世界中の電子・電気製品の85%が、なんと IPC の標準、IPC スタンダードでできているということですね。これを念頭においてお話ししていきたいと思います。まあ、日本はもうちょっとかなと、われわれが今頑張っているところなんですが、はい、ここにあります表、これが主な IPC の標準になります。えー 電子機器の設計から基板等々の材料ですね、それからハンダ付け、そして実装組み立てになっていると、それからワイヤリングですね。このブルーで表記されているところが和訳がすでに終わって、もしくは出版されています。白枠の方はまだちょっと英文かな。でこれからどんどん えー、翻訳してていいいきたいとういうふうに思ってます、えー、今日はこの上から3段目4段目の001それから610この2点に絞ってお話を進めたいというふうに思います、えー、主な標準ということで、えー、先ほどもお話ししたとおり001610ですねこれがハンダ付けの本当にバイブル的な存在が001ですそしてそれでできた 製品を610で判定するということです。で,できた製品、まあ、主にプリント基板のアッセンブリーとか、それを今度はワイヤリングで他の機器とつなると、これが620ですね。そして部品とかデバイスの交換、リワークリペア、これが77と、これが今、中心的な標準の存在になっているというふうに思います。ここで IPC の 標準を理解する上で重要なお話をしたいと思います。4つの品質条件というのがあります。目標、許容可能、要工程改善、不良とあります。これがそれぞれの標準書の中に書いてあります。目標、これはまあ当然ですね、100%完璧なものを目指しているわけです。これを目指してハンダ付けとかものを作るということです。許容可能これは 目標ほどはいかない、100%でないが、十分機能するよと、製品として。しかも、ライフが十分耐えうるということですね。ですから、これは許容、いわゆる LINE に流して、お客様に売ってもいいですよとか許容可能になります。要工程改善、とりあえずその製品は LINE に流してもいい。しかし、それをずっと ちょっとやっていくと、どこかで不良が出始めるようです,ですから、ここで要工程、要するに工程を改善する必要があるんではないですかということですね。ちょっと立ち止まって見直しましょうということです。不良はそのまま当然不良になります。さらに3つのクラス分けがあります。クラス1,2,3とありますね。 ここに絵が描いてあるので大体お分かりかなというふうに思いますが、クラスワンというのは比較的低価格な製品、ここにある懐中電灯とか電気のおもちゃであるとかですね、山田電機に帰っにいったら、ちゃんとその場では着いたと。ところが、一旦家うちに燃え持って帰ってきて、子供が投げてしまったら壊れたと。 だからって言ってですね、結素を変えてドラり込むということはまずないような製品ですね。まあ、両販店に持っていけば交換ぐらいしてくれるでしょうというのが、このクラス1に相当します。とりあえず動くということですね。はい。で、クラス2というのが、えー、特定用途エクトニクス、一般的な高機能な電気製品というくくりになると思います。ここにあるようなスマホとか液晶テレビ、それからパソコン、 当然そうですねだいたい1年以上は、えー、保証がつくというだ、まあ故障すれば、えー、修理は間違いなくするで、メーカーも修理はできるということですねただまあ、こういう高機能な製品なんですが命に直接影響しないというふうにありますそれから一般的な皆さんが日常生活しているこのような環境の中で そういう条件ですね。温度とか天候とかですね。そうするとお分かりでしょう。クラス3というのはその上、命に影響あるような製品ですね。それがクラス3になります。医療機器、航空機、自動車などですね。特に航空機などではマイナス何十度とかから動かないといけない。必要なときに必ず動作するという必要があるわけですね。これがクラス3になります。 先ほどの4つの条件とこのクラス、そうしますと、どのような産業、製品であっても採用することができるということになります。どこまで受け入れるかとするのは、お客との取り決め、これが最終的になります。お客がいい、お客がここではだめだと言ったら、それは当然だめになるわけで、お客との契約によります。例えば、ある会社さん、企業 X さんですね。 えー、この懐中電といううはものを作っていると。当社はクラス1でものを作りますよという宣言するわけですね。えー、実際、LINE に流したら目標、許容可能、要工程改善で99%製品ができました。1%が不良があったとで。これだけ製品で流しますよということですねで。企業 Y さんはクラス2。うちの製品はクラス2ですよと。あるいはユーザーさんとクラス2という。 取り交わししをします流しましたら目標許容可能いわゆる97%が LINE で流れましたこの会社さんは要工停改善と不良は当然流しませんということですクラス3これはまあ多分自動車関係かなというふうに想像しますが目標しか流さないと、まあ、許容可能も流してもいいかなと思いますがそれはその企業さんとお客との取り決めによります さらに、えー、自動車や航空機関係では追加基準というのもあると思います。さあ、ここで001、えー00えー、610の位置づけになります。えー、001は、えー、610の規格に準拠するような方法で製造する工程を準備するということですね。えー、品質基準、材料、えー、処理、工具ですね、はんだごてとか、えー、必要なすべての 項目を、工程を計画します。そのような内容がすべてこれに網羅されているということです。まあ、ここにある設計から工程管理ですね。それに非常にこのように薄い本なんですが、内容はすべて網羅されているということです。そして、出来上がった製品、これを検査します。主に目視検査ですね。 これが610になります内容品質は同じです001の基本的な内容に沿って実際に物を作ったときにこのようにありますよということです後ほど紹介しますが写真とか非常に多いです優先順位を申し上げます一番の優先はユーザーの承認詰めの図面ですねユーザー様が決めたことはやっぱりそれが当然一番だと思います その次に、まあ、ここに GA とか A があるのは、これはまあオートモティブですね。自動車関連。通常は 001G が優先して、次に610になります。G というのはバージョンです。今、現在は 001G、それから 610G という形になります。車関係の方は、それにオートモティブが優先。オートモティブの GA が優先という形になると思います。 001の内容に少し細かく触れたいと思います。まあ、このような13項目、一般的な内容から、部品の材料から、プリント基板洗浄ですね、コーティング、締め付け取ることがですね、すべてにわたって記述しています。さらに付属書があります。 Z1 の活用、どのようにするかですね。まず、電子機器の設計、工程管理の基本的な認識です。先ほどお見せしたとおり、非常に薄い本ですが、すべて網羅されています。それよりもまた、細かいのはまた別のですね、標準があるので、それを参照してくださいということになります。まさにこれがバイブルとなります。使用機器、材料。 あ使用部品ですね、材料、それから金ッキなどの記述も非常に詳しく載っております。それから特に付属書ですが、ツールですね、ハンダごととか、ハンダ好き、どのような機材を使っていいかということも載っております。それからハンダ材料ですね、フラックス、それからプリント基板、えー。特にプリント基板ではですね、 どのような部品をどうつけるかというのが載っているので、隣の部品との間隔であるとか、非常に設計の参考になります。それから洗浄ですね、イオン残差が最近問題になっています。これ、後で少し説明します。コーティング、それから先ほど言った部品とかパターンのクリアランスですね、このようなものも載っております。はい、001のこれが、えー、冊子になります。 え最初のバージョンが1992年に発行されております、えー、古い人で、えー、ミルの STD2000 っていうのをご存知、えー、の方いると思います古くはハンダ付けのバイブルはミル、えー、アメリカの米軍のスタンダードですねやはり、えー、ミルの STD2000 が基準になってそれを1980年代に IPC に関してて ミル2000の正当な後継機というのはこの001というふうに私は思っております。で、現在は G1 に改定されております。もともと先ほど言った通おり、ミルネ STD2000 がベースにはなっておりますが、ですから当然、米軍は今、このジョイントスタンダードということで、 国防総省ですね、DOD とか、これを参考に当然しているわけです。で、当時はやはり NASA はまだ独自企画がありました。しかし NASA も画面にあるとおり2011年に STD の001を採用して NASA の独自企画をキャンセルということになりました。中身についてちょっと触れたいと思います。001 このような冊子の中身です、えー。皆さんにダウンロードでお渡しするのはもしかすると著作権上問題があるのは省くかもしれませんがご容赦ください、えー本。本企画は高品質な判断付けを実現するための材料やメソッドおよびその検証品質基準について示しています。IPC はこの重要な標準企画を策定するにあたり世界各国の企業から 数百の要求受給を受け取ってその結果001は従業員のハンダスキルを半田付けスキルを向上させるツールとして多くの企業にグローバルで採用されておるということです。まあここにある、えーまあ、どのような数値の目標で実際はこのような形ですよということで実施されております、えー、重要なことだけちょっと申し上げます適用範囲というのがあります えーまあ、読んでいただければ、えー、お分かりなんですが、本企画の目的は製、製品製造において一貫した品質レベル、それを確保するために工程管理の方法を提供することを意図していると、これが一番重要なところですね。一貫した品質レベルというのは非常に重要かなというふうに思います。えー、目的は、ハンダ付けされる電気、電子組み立て芯の製造における 材料要件、工程要件、許容可能要件について規定しています。本書に加えて001のハンドブックとか820、それからこれから説明する610を参照するということになっております。ちょっと中身、ページを見ていきたいと思います。これは仮面電極チップの、それから J リードですね。 どういうのがクラス1、2、3で不良でということが、まず表で表記されます。こちらに至っては50、50%まで、これは判断のはみ出しですね。横のはみ出しがどこまで許されるか、クラス3だと25%まで。これが数値と図表で明確になってますので、非常に分かりやすいと思います。 次のページは主にハンダの表面ですね接合の表面についてそれからこれはいわゆる濡れの角度ですねそれを示しておりますそれからハンダの角いろんな不具合について示したページです、はい、仮面電極に対してやはりどのぐらいのはみ出しとかそういうのも全部数値と図で明確になっております これは J リードですね。先ほどちらっと説明し,たしましたが、より詳しくこのページに載っております。さらにですね、重要なことは、検査があります。検査は、えー、ここでも述べておりますが、一つは、えー、工程のですね、工程の検査というのが重要ですね。工程検証検査というのがあって、もう一つが製品の検査。 これは非常にその肯定検査、実作業がどうなのか、手順、方法がいいのかとか、検査計画があっているのかというのもきちっと検査するということです。それからもう一つ重要なことは、拡大器をよく使います、検査ですね、目視検査で。その場合にやたら大きい倍率があればいいというものではないですね。通常、コンマ5から1ミリ程度のパターンとか、その場合は、 大体3から7.5倍ぐらいの拡大鏡でやってくださいと、最大でも10倍ですよ、これ以上、例えば20倍、30倍、40倍であって、余計な傷を見つけて、製品として成り立たなくなる恐れがあるので、そこまでやる必要は、実際の製品を製造、流す上では不要ですよというのをきちっとここで、えー、検査の拡大鏡の倍率まで規定しているということです。 最後に001では BGA ですね、新しい製品としてこのようなことを規定しています。特にですね、BGA で X 線によるボイドのイメージが30%以下であったこのに X 線について規定しています。ここで初めて X 線という言葉が出てくるんですが、X 線をもし使った場合は、X 線のイメージで30%以下であるということですね。 まあ車業界等々でどんどん X 線に対する検査要求がこれから増えてくるかなというふうに思いますまた付属書が3つあります付属書の1つこれがはんだ付け機器に対する要求ですね小手先の温度精度それから小手先設置間抵抗それから小手先漏れ電圧ですね IPC001 では漏れ電圧ではなくて、ことしだけの過渡電圧、ピークを重視しています。ピークというのは、えー、ある時にぴょんと立ち上がったものですね、これが非常にやはりデバイスに対して悪影響だということを強調しているわけです。えー、他に付属庁、BC と、えー、電気的なクリアランス、えー、それから、えー、化学物質に、えー、客観的な根拠とかですね、そういうものを申し上げております。 さあ続きまして610。このような001で設計工程が管理された、そういうようなラインで出来上がってきた製品、それを目視で検査するわけです。それがこの610という標準書になります。この標準書はなんと IPC のベストセラーですね。世界30カ国語に翻訳されております。 まさに品質の共通原稿というふうに言えるかなと思います。例えば、LINE で何か問題があったと。例えば、この本で何十ページかを開くと。そこに、例えばその街灯の写真とかがあると。実際作ってるのが東南アジアのある国の工場であったと。そこにメールとか電話をすると。何ページのどこの図表を見てくれると。我々は日本語で対応します。 向こうはその現地語ですね、ベトナムであったり、タイであったり、中国語の絵と数値、図表は全く一緒です。まさに共通言語というふうに言えるかなというふうに思います。さらにこの IPC の,の考え方、特にレベル分けですね、えー、私も結構重視しています。i c の61191とあります。これもまあ えー、ミルノ2000の後継の一種なんですがそこの中では、えー、IPC の610のレベルはクラスというのを逆に参照しているわけですね、えー、レベル A は IPC の610のクラス1相当なんだよということが明記されているこれはあのー、C IC の6191の2018年版に記載されております610の、えー、内容です まあここであるとおり、非常に多項目にわたっておりますが、特に強調したいのが、やはり現場対応など、EOS、ES でなどに記述が非常に多いですね。はいまあ、中身についてちょっと入っていきたいと思います。電子機器をまあ組み立てします。そうしますと、製品が出来上がる。それを検査するということですね。検査して、まあ、このような外観検査装置もありますし、 目視で拡大鏡で検査するということがあります。それの基準となるというのがこの六一マになります。もう一つは六一マを中心にしてユーザーとの契約ですね。えー、何もないところで品質のお話をしても意味がないので、この例えば六一マをベースにして契約の話をするということも非常に重要かなというふうに思います。えー、ちょっと 抜粋しして申し上げたと思いますこれはサポーテッドホール、いわゆる、まあえー、スルーホールですね。ここでクラス1,2,3何パーセントという、これは垂直方向なんですが、判、え、断、ー、の重点率を言っています。絵をお見せします。これが、えー、スルーホールですね、えー。理想的な状態になります。 えー、この横にあるセム写真、これは私が研磨して撮ったやつなので、えー、非常に同じような形になると思います。当然、このようにすべてをカットして断面カットしたら製品になりません。破壊検査になりますので、えー、ただ、その、えー、試験の標準を決める上ではサンプリングしてこのようなことも必要かなというふうに思います。えー、内容ですね、えー、クラス1、2、3、75%以上。 まあただ、あ足の14ピン以上の場合は50%というと規定もございます。まあ、実際は50%あれば、まず基板が破壊しますけどね。それからこれは平面上、当然360度回れば一番いいんですが、クラス2では180度、クラス3では270度という規定。まあ、このようにに非常に 目標の数値と図表が非常に明確になっているということです。これが61番の実際の,そのサポートの方の冊子の絵になります。まあ、これはチップ部品の例ですね。どのぐらいの面が濡れていればいいか、濡れ面がどのぐらい上がるとか、数値あるいはパーセンテージで非常に明確になっています。 これが不良のケースですね。はいえー、最後に、えーまあ、610に関連なんですがいくつか今までユーザー様からの質問についてちょっとお答えしたいというふうに思います。引けすという現象があります。これが引けすだまり不留判断を使った引けすです。引けすを断面カットすると非常に大きいものではかなり食い込んでおります。 これが鉛含有判断ですね。これがクラック。クラックというのは主に端にですね、上下に応力がかかって、ここは避けた状態ですねそこ。応力はまだかかっているかもしれない。どんどん進展するかもしれない。ところが、引訣というのは、凝固の過程でできたエクボのようなものなので、それ以上、応力がかからない。進展はしないという。ここにあると 鈴のデンドライトこういうシダ状のこういう結晶になるわけです。で引けさせるメカニズムは、えー、鉛振りハンダ特にサック305でいくと鈴の融点が232度ウォ、えー、合金がが220度それから217ですね。だんだんハンダが溶けて例えば250度から溶けてだんだん固まる過程で最初にほとんど 閉めてます鈴が固まるその次に鉛振れ穴の合金が固まるこのような2段階の凝固これが原因になってますちょっとビデオをご覧いただきましょう ちょっと左右の時間差がずれちゃいましたが左側が鉛入り判断、右側が鉛フリー判断です。さあ、ほとんど表面一緒なんですが、鉛フリー判断の前、だん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 ,だん今、白くなってきましたね。凝固の過程でこのように引けすが発生します。これは高速ビデオ、100倍速でやっております。 さあいかかがでしょうか、えー、通常、えー、合金は狭小蘇生であれば液槽線いわゆる溶ける温度と孤層固まる温度が一緒なんですねこれは、えー、鈴鉛判断の場合です、えー、鈴が、えー、61.9%この場合がいわゆる狭小蘇生になりますこれからずれてくると融点と孤層点がずれてくるんですねその点形がその鉛不利判断になるわけです 610ではこのように来てしますこれが写真ですが次の要件を満たせば鉛フリハンダの引数は不良ではございませんよということこれは鉛フリハンダ特有の現象になるわけですね物理化学のいわゆる現象になります、まあ、当然ミヌレ路人接合ハンダ型ブリッジこれがあればこの項目での不良になって鉛引数ではないということです じゃあどうして、えー、秘訣をな、えー、くすかということ唯一の答えは、ハンダ材料を変えてくださいということです。鉛フリーハンダを使っている以上、特にサック305を使っている以上、秘訣は出ます。まあ、ただあ、削減する方法はありますが、基本的にはハンダ材料の問題です。えー、銀の含有量を、鈴銀銅の狭小素材に近い、えー、銀が3.5から3.7、4%近い。 これをこういう判断に変えますと極端に減るということですね。まああとは急冷するとかいろんな方法はあります。まあこれが、えー、秘訣の話です。えー、00 and 610。ちょっと違いだけ簡単にご紹介します。目的によって違いますね。00はやっぱり工程管理それから設計なので分かりやすいどっちかやっぱりイラストです。 610は目視検査なので写真が重要になります。はい。お分かりいただけますでしょうか。そのような610-00は航空庁、宇宙、車関係での追加基準というのも出ております。ぜひご参考ください。してください。なお、これらの標準をより理解するためにトレーニングシステム、しかもそれが 取得したということで証証明すする認証もございますこれが001ですね、実業と伴うトレーニング、それからこれが610オンラインで受講することが可能です、はい。以上、ちょっと長くなりましたが、概略610と001の話は以上でございます。これからまたアンケート等ありますので、よろしくお願いいたします。